ライザのアトリエ、常闇の女王と秘密の隠れ家。空剣島っていうなんてことない島の、ラーゼンボーデンっていうなんてことない村、そこでなんてことない私は暮らしている。なんてことない日々を変えたいと焦がれながら。私はライザリンシュタウト、通称はライザ。なんてことない農家の娘。私は今日も京都で屋根裏にある私の部屋で仲間たちと密かな計画を話し合っている。この退屈ななんてことない日々を打ち破る痛快で素晴らしい計画を実現するために、歓喜も迫る青くて深い夏の空は絶好の冒険日和だ。お父さんが毎度麦の気持ちを考えろって言うから、つい私麦じゃなくて人間だよって答えて。わかってるよ、母ちゃんの方に怒鳴られたんだろ。おっかねえからな、ミオさん。そんなことより見てよ、ほら少しは意味がわかりそうな図入りの本があったんだ。またせっかく古い本が地下で山積みになってても書いてある文字が全然わからないんじゃね。しょうがないだろ、ひいじいさんが読み方をじいさんに教える前に死んじゃったんだから。それでも解読しようと食い下がる執念には感心するよ。おいタオ、せっかくの本が汚れてるじゃねえか。来る途中ボーストランバーに見つかってさ、足を引っ掛けられたはずみで泥の中に。あいつら威張り散らすだけならまだしも、しつこくしつこく嫌がらせまで。村の水源を握る有力者様のお坊ちゃんだからな、村の奴らはそりゃ誰も逆らえねえよ。やめやめこんな話、今日の議題は島の外への冒険計画でしょ。まず自分が農作業の愚痴を言い出したくせに。怒るライザに触るな。島の外といえばよそから商人が来るのは今日だったんじゃないか。そうだね、村中その話で持ちきりだったよ。村の野菜を商いに来るんだっけ。外の商人か、私たちも行ってみようか。は？その商人の到着を私たちも見に行くのよ。どうせ対岸の船着き場で長々と手続きするんでしょ。え、本当に対岸に渡るの？そんなの聞いてないよ。何言ってんのよ、今日の議題は何だった？島の外への冒険計画。島の外への。ああ、なんか火がついちまったな。こりゃマジで島の外に出ないと収まんねえぞ。冒険計画なんだからまずじっくり計画を立て、船着き場に行ってこっそり小舟を借りて対岸の船着き場の近くで降りる。以上。諦めろタオ、
こうなれ腹をくくって付き合うしかない。さあ、だらだら話してる暇も惜しい。冒険を決行するよ。待ってよライザー。待ちなさいライザー、またレントとタオを巻き込んでろくでもないことやろうとしてるわね。お母さん。まだ何もしてないよ。それじゃね、レント、タオも早く。失礼します。こら、たまにはお父さんの農作業を手伝いなさい。簡単に言うけど分かってんのか。小舟をこっそり借りるだけでも大変だぞ。そうだよ、特にアガーテ姉さんにだけは絶対に見つからないようにしないと。守り手の中でも特に私たちにうるさいからね。大丈夫大丈夫、そうそう簡単に。ああ、それで構わない。船着き場の方の手配は終わっているな。モリッツさんの指示でやりすぎなくらいにな。大商いは第一印象が大事とかうるさいのなんの。こんな田舎の村に第一印象もないだろうに。ま、これも来客をもてなす一環か。船着き場がどうこう聞こえたよ。まずい、まずいよ。確かに守り手は村の警備が仕事だし、アガーテ姉さんが船着き場にいるのも当然だな。島の外への冒険もいきなり頓挫か。諦めてなるもんか。こうなったら奥の手を使うしかないわね。奥の手？諦めて帰ろうよ。いや、このまま帰ってもお母さんに怒られるだけだもの。それならせめて冒険しなきゃ。私の丸損じゃない。どういう理屈だよ。こっちよ二人とも、アガーテ姉さんに見つからないようこっそり急いで。どこへ行くのさ。この前家の近くで秘密の船着き場を見つけたの。まさしくこの日のために用意されたような場所よ。は？ならなんで最初から。いいから早く。
どう？我が秘密の船着き場はちゃんと小舟もあるでしょ。ああ、あるにはあるな。随分とボロっちいのだ。なるほど、それで最初からこっちを使わなかったのか。こんなオンボロで本当に対岸まで渡れるの？途中で沈みそう。つうかここ秘密も何もおっさんどもが釣りの時に使ってる場所じゃねえか。だから小舟も最低限のオンボロしかないんだ。ああもう男二人でグダグダと。冒険なのよ冒険。今行くと決めなきゃ何も始まらないでしょ。まあそりゃそうだ。僕はそもそもあんまり気が進まない。まずは対岸に渡るところから冒険は始まるのよ。村の連中が近づかない場所に挑んだり、街道をたどって先の先まで進んだり、みんなが怖がってる街道の西側にも入ったり。あの辺りは禁足地じゃないか。危ないし怒られるだろうし絶対ダメだよ。何言ってるのよ。冒険ってのはそういう場所をあえて踏み越えていくもんでしょう。それに北の山の果てに輝いて見えてるあの塔にだって行けたら面白そうじゃない。でしょレント。ああ冒険して強くなって俺の実力を村の奴らに認めさせる、それが俺の夢だ。ああレントまで燃え上がっちゃった。これは僕も行くしかないのかな。分かったら行くわよ。大いなる冒険の旅へいざ出発。なんてことない私は今日ついに一歩を踏み出す。当たり前の生活にないものを求めて島の外へ。噂の商人さんはまだ来てないみたいね。そうみたいだな。どうするんだ、来るまでここで隠れて待ってるか。何のんきなこと言ってんのよ。商人を見に行こうとは言ったけど一番の目的は違うでしょ。なんだっけ。もう島の外への冒険だよ。せっかくなんだから冒険しようよ。冒険ったってどこに行けばいいんだろう。このまま街道をたどっていくか。それもいいけど守り手の誰かと鉢合わせになってお母さんにバレる可能性が。あそこから森に入れそうじゃない。行ってみようよ。あそこは確か小妖精の森とか言ったっけか。まあ初めての冒険にはおあつらえ向きかもな。本当に行くの。嫌だな、きっとろくでもない目に遭うよ。そんなの行ってみなきゃわからないじゃない。大丈夫大丈夫、早速冒険だ。Thank you.
が照葉勢の森。こんなに近いのに村の人は誰も入らないんだよね。そう怯えるなって。船着き場の真横だぞ。どうせ弱い魔物しか出ないさ。冒険の第一歩からそんなじゃ先が思いやられるわね。わざわざこんな怖いことやってるの村でも僕らだけなんだろうな。これが冒険に挑むってことよ。さあいつまでも喋ってないで出発よ。おう。出会うわよ。腕試しだ。行くぞ。さあ行くぜ。行くよ。行くよ。それそれ。どうだ、俺たち勝ったよな。うん、多分記念すべき初勝利ってやつよ。生きてる。よかった。こんなことでへばってたらお話にならないでしょ。さあ先に進むわよ。さあ行くぜ。行くよ。そこ。おや。そこ。練習。
行くよ。そこ、行くぜ。行くよ。そこ。せい。それそれ。そこ。いいな。おりゃ。今だ。行くよ。いてえな。せい。そこ。今だ。うぜえな。行くよ。今だ。せい。今だ。もう終わりかよ。まだまだ強くなるよ。おっとだ。あ、もっと頑張らないとね。また一つ強くなれたぜ。行くぜ。今だ。今だ。よっ。行くよ。そこ。そこ。よっ。連射。今だ。今だ。よっ。よっ。それそれ。今だ。今だ。さあ、どんどん進もう。ここは中にこんな開けた場所があるなんて、クリント王国の遺跡だよ。村にもいっぱいあるだろ。地上の建物は朽ちてるけど土台だけが残ってるんだ。それほど大きくはないね。森の見張り小屋か何かだったのかな。おいおい、迂闊に走るなよ。魔物に襲われても知らないぞ。ライザー、たく言わんこっちゃないって。あたしはここだよ。だよな。じゃあ誰だ。どうでもいいでしょう。それよりも声が聞こえたのは森の奥からだったよね。ああ、タオも行くぞ。待ってよ。何が起こるか楽しみだな。何か新しいこと起こるかな。Thank you.
んか強そうだよ。襲われてる子を見て放っておけないじゃない。行くしかないわよ。助けを求める女の子を守って戦うか。冒険の出だしとしちゃ上出来だぜ。気をつけて。ちょっと行くよ。そこ連射。そこ。いいな。行くよ。さあどんどん進もう。よし勝てたよな。うん、なんとかなったよ。もう本当勘弁してよ。あなた大丈夫？怪我とかしてない？うん、助けてくれてどうもありがとう。森で迷ってたらさっきの魔物に。災難だったね。とにかく森を出ちゃおう。大賛成だよ。早く行こう。そう慌てるなよ。にしても初めてなのに俺たちなかなかうまくやってるんじゃないか。うん、女の子の危機を助けて帰還。レントじゃないけどまずまずの成果よね。それじゃ急いで引き上げよう。お、私はライザリンシュタウト。ライザでいいよ。あっちはレントとタオね。適当な紹介だな。別にいいけどさ。私はクラウディア・バレンツ。旅の商人をしてるお父さんについてここに来たの。そしてそのお父さんって村にやってくるっていう噂の商人さんだったり？かもな。ところでさ、さっきから大事そうに抱えてるそれ何なんだ？うん、これは。言いたくないなら別にいいよ。レントってば無神経だから。お前な。で、うわ、前前厳しいんじゃない？くそ！今だ！みんな、ごめん。そこ！しまった！くそ！こっちの攻撃が効いてない！ダメだ、逃げようよ。そうは言ってもその逃げ道にこいつがいるんじゃない。一体どうすれば。く
来るぞ。いざとなったら俺が食い止める。その隙に何とか横をすり抜けて逃げろ。そんなことできないよ。確かにお前程度の腕では食い止めることすらできそうにないな。目をつぶれ。誰？程度の腕でよくこんなところに入ってきたな。呆れた奴らだ。それよりさっきのドカンってなったの、あれあなたがやったんだよね。一体あれは何？あれは錬金術だ。まあ簡単なものだがな。錬金術？アンペル、悠長に話している場合じゃないだろう。標的をおまけ付きで発見したんだ。船着き場に戻ろう。分かっているリラ。お前たち話は後だ。まず森を出るぞ。分かった。こうなったら俺たちも船着き場に行くしかないか。錬金術、あんなすごいの初めて見た。なんだろう、冒険のこと考えるのと同じくらい今すっごく胸がドキドキしてる。どっちを見てもいろんなものがあって面白いね。やっぱり島の中とは違うな。よっ、一気にやっちゃおう。いくよ。見ろだ。そこ。おやおや。いくよ。今だ。今だ。せっ。いくよ。おや。そこ。連射。そこ。せっ。今だ。そこ行くよ。せい。もう終わりかよ。まだまだ強くなるよ。おっとっと、あ、もっと頑張らないとね。また一つ強くなれたぜ。気をつけて。行くよ。今だ。今だ。せっ。今だ。今だ。行くよ。おや。おや。そこ。行くよ。今だ。おや。もう終わりかよ。ここにもこの花が咲いているのか。ああ、ありがたいな。この花がどうかしたんですか？やけに大きいけど。こいつは魔物の嫌がる香りを出すんだ。花の周囲にいれば
比較的安全と言える。つまりここなら気軽に休息できるというわけだ。今後あちこち出かけるなら覚えておくといいぞ。全く、お前たち悪ガキ三人組はどこまで人様に迷惑をかけたら気が済むんだ。ごめんなさい。ライザたちを怒らないであげてください。三人が来てくれなかったら私は魔物に。そうだな、私たちは駆けつけるのは一歩遅かった。捜索を頼まれておきながら不甲斐ない話だ。でもすごく強い魔物から私たち全員を助けてくれたのもお二人ですよ。そうなんだよ、アガーテ姉さん。ドカーンってすごかったんだから。お前は少し懲りろ。まったく。まあ良いではありませんか、アガーテさん。結果としては全てうまくいったのですから。ルベルトさん、しかし。改めてアンペルさんとリラさん、それにライザ君だったかな。このジャジャウマ娘を助けてくれてありがとう。時折ふらりと対象を離れる悪い癖があってね。何、構いやしない。ここまで馬車に乗せてもらったお返しだ。探索と救助の報酬もベッドで受け取っているしな。あなたたちも村に用事が？私たちはクリント王国の遺跡調査をしていてね。この辺りでは空剣島が有名だと聞いたんだが。確かに空剣島にはその手の遺跡があちこちに残っているな。村の中にもある。うん、噂通りか。しばらく滞在させてもらえると助かるんだが。無理ならこの近辺で野宿するだけだ。いや、うちの村の大事な客人を助けてくれたんだ。そりゃ苦に扱うつもりはない。それなりのもてなしをしよう。そうか、ありがたい。大人の話ってなんでこういちいち回りくどいんだろうね。旅先でもみんなこんな感じだよ。世間体って言うんだって。
ライザ、お前は後で説教を追加だ。ミオさん同伴でな。うん。早速友達ができたようでよかった。短い間かもしれないが、娘と仲良くしてやってくれ。はあ。それでは村へご案内します。アンペルさんたちもご同行ください。ようこそラーゼンボーデン村へ。私が村の世話役を務めるモリッツ・ブルメンです。わからないこと、困ったことがあれば何なりとこのモリッツにご相談を。よろしくモリッツさん。互いに良い商売ができるよう取り計らっていただきたい。ええ、このモリッツにお任せを。我が村の空間フルーツを商いたいとのことですが。ええ、現在市場にほんのわずか出回っているものが中央では好評でして、ここでは空間フルーツと呼んでいるのですが、中央ではリュコの実と呼ばれています。なんせこの空間島独自の作物ですからな。リュコの実も商品名としては悪くない雅な響きですが、それにしても中央は首都アスラームバートですか。まさかそんなことになっていたとは。私たちが食べる分の余りを行商人に売っただけだったのですが、わからないものですな。私はその空間フルーツを流通させるルート作りにやってきたのです。しばらくの間ご厄介になります。ええ、どうです、私が提案した結果、この勝機到来。互いに力を尽くし良い結果につなげましょうぞ。歓迎の宴を準備してあります。どうぞこちらへ。私がご案内いたしましょう。なんせ宴の会場は我が屋敷の庭ですからな。あのお父さんと話してる声の大きな人が村長さん？村長さんではないけど、村の顔役みたいな、モリッツって人。人のいるところに口も手も出してくる、やたら偉そうなおじさんだよ。村長じゃないのに偉そう。もしかしてお金持ちなの？お金もだけど、どっちかというとお水持ちかな。島の高台にお屋敷があって、その敷地に水源があんの。こんな田舎の島だと水を持ってる人が一番偉いんだよ。すごく綺麗な島だよ。そう？ありがとう。ルベルトさんに言われたからじゃないけど。これからよろしくね、クラウディア。うん、こちらこそ、ライザ。Thank you.
やれやれ、クラウディアも歓迎の宴にご出席か。そりゃそうだよ、主賓の娘さんなんだから。また会う約束はしたんだからいいじゃない。俺たちがひどい目に遭った。新しい友達ができた。初めての冒険の趣旨はトントンってとこかな。ううん、黒字だよ、大黒字。何？そんなにクラウディアと友達になれたのが嬉しかったの？まあ、ここじゃ俺らくらいの年の女の子ほとんどいないしな。もちろんそれもすごく大きいけど。あ、よう、ライザとその他おまけども。ポーズ。誰がおまけだ、誰が。島を出た途端魔物にやられて流れ者に助けられるような恥さらしが一人前に反論か。なんでそれを。守り手たちがみんな船着き場でぼやいてんだよ。身の程知らずのバカガキどもがいい迷惑だってな。痛い目を見てもまだそんな反抗的な態度か。反省もしてなさそうだな、ライザ。いい加減部をわきまえてこそこそ道の端でも歩くよう心がけるんだな。どけよ、俺たちはこれからモリッツさんの歓迎の宴に出席するんだ。ふっ。おとなしくしてりゃいいのに。わざわざ島を出たりするから村中に恥をさらすことになんだよ。ライザ。突っ立ってねえで帰ろうぜ今日。うん。恥さらし、身の程知らず、いい迷惑か。島の外に出るって、そんなに悪いことなのかな。そりゃ今の私は、なんてことない私だけど、まず最初の一歩を踏み出さなきゃ、どんな遠くにも行けないと思うんだけどな。
ライザー、またレントとタオが来てるわよ。ん？お邪魔します。いつもすいません。ミオさん、今日も綺麗っすね。ライザ、ニュース持ってきたよ。ニュース？なんだ、まだしょげてたのか。ボースの言ったことなんか忘れちまえって。そうだよ、それよりライザが喜ぶと思ってさ。ニュースだよ、いいニュース。何よ、古い本の図画ってのはどうでもいいわよ。本当に落ち込んでんのか。違う違う、そういう僕の大ニュースじゃなくて、あの二人、アンペルさんとリラさんだよ。あの二人が旧市街に家を借りたんだとさ。場所聞いてきたから一緒に行ってみようぜ。錬金術とか言ったっけ、興味あるんでしょ。錬金術、うん、うん。何グズグズしてんの、行くわよ二人とも。まったく、元気になったと思ったらすぐこれだ。まあ、部屋でボケっとしてるよりはいいだろう。俺たちも行くか。話によれば、ボーデン地区から旧市街に入ったら左手の方らしいよ。ライザ、どこに行くつもりだい？お母さん。今日は畑を手伝うって約束しただろう。お父さんが待ってるんだから早く支度をし。まあまあ母さん、そうとならなくてもライザには聞こえているよ。あなたがそうやって甘やかすから、この子は。私、今日は大事な用事があったりなかったりなんだけど。ああ、やることはたくさんあるぞ。まずは水汲みに、畑の水やりからだね。まずはってどこから重労働なんだよ。今日一日くらい畑も頑張ってくれるんじゃ。ライザ、畑は生き物なんだよ。お前は一日飲まず食わずで頑張れるのかい？そりゃそうだけど。お前には何より真剣に畑と向き合う心が足りない。そこの草むしりをして、あの畝が壊れてるよなんて声がたくさん聞こえてくるだろう。その声に応えて畑仕事をしていると、やがて自分が畑の一部になったようだ。あなた、ん？どうしたんだいミオ。どうしたじゃないよ、またライザに逃げられて。まったく、
どうしていつもああなんだろうね。まあ、あの年頃の子には畑仕事は退屈かもしれん。だが根気よく説得すればいつかきっと。ごめんね、お父さん。私はまだ当分その境地にたどり着けそうにないのよ。ここで間違いないな。なんだかドキドキしてきたぜ。なんでレントがドキドキしてんのよ。ライザーだけじゃなく、僕らにも期するものってのがあるんだよ。タオにも？あんまいいか。ごめんください。ん？空いているぞ。勝手に入ってこい。3人揃ってお出ましか。こっちはちょうど最低限住める程度に片付けたところだ。こういう作業は面倒くさい。そう言うな。野宿は好きじゃないんだ。で、そちらは私たちに用があるといった顔だな。お願いします。どうか。リラさん、あの魔物を倒した時のような実践的な戦い方を俺に叩き込んでくれ。クリント王国の遺跡調査をしてると聞きました。それならこの本を読めるんじゃありませんか。私に錬金術を教えてください。あー、どっから答えるかな。あいにくだが私たちはそこまで暇じゃ。どうしたアンペル。お前さん、この本どこで手に入れた。どこって地下の書庫に。え、まさか本当にこれ読めるんですか。まあな。リラ、ここは当たりかもしれん。そうか。そこのお前、この近辺の案内ができるなら戦士の心得を教えてやってもいいぞ。本当ですか。やった、やります。何でも頑張ります。あとはそっちのジョーちゃんだが、錬金術か。こればかりは教えてどうなるわけでもないからな。私も頑張ります。どんなことだって。まあ待て。錬金術は他の技能と同じように、いや他よりも如実に素質の有無が成否に直結する。簡単に言えば、いくら努力をしても素質がなければどうにもならないってことだ。そんなだが逆に言えば、素質さえあれば当たり前にできる。
それを確かめて、もし見込みがあるなら。教えてくれるんですね。ああ、だが素質があればだぞ。お前さんが見込みありなら私も助かる。まずはそうだな、初歩的なことから教えるか。錬金術というのは無より有を生み出す術だ。ナータン、どういうことかわかるか。さっぱり。というか、僕は錬金術より早く本の読み方を教えてほしいんだけどな。やはりいきなり理屈だけ説明しても無理か。いっそ調合からやらせよう。どう見てもこいつは体で理解するタイプだ。そうだな、どのみち素質を確かめる必要がある。お前さん、名前は？はい、ライザリンシュタート、ライザです。よし、ライザ、これから私の言う材料を取ってくるんだ。船着き場の近くの森にあったはずだ。船着き場の近く、魔石の森かな。わかりました。取ってくるのは七思想だ。錬金術の基本は採取と調合。まずはその一つ、採取からだ。わかりました、やってみせます。すぐそばの森での採取だぞ。そんな気張るな。いえ、それでも私の第一歩なので。ん？ああ、そうだ、そこの小さいの、ちょっと確認したいことがあるんだが、いいか？でかいの、お前には私からだ。はい、何でしょうか？それじゃ、七思想の採取、頼んだぞ。